徳さんの奥さんのバッティングがめちゃくちゃミートしまくった。これ本当にいいですか？売っちゃって。いいです。いいですか？いいです。奥さんは気づいてない。気づいてないです。もう物が多すぎて気づいてないです。これでも結構金額いきますよ。そしたらへそくりにしました。ここで買い取りをしてもらえるんで。じゃあ、いらっしゃいませ。すいません、ありがとうございます。お願いいたします。はい、では降りましたらお声掛けしますので、はい、はい、少しお待ちください。お願いします。一応こんな感じで査定をどん。おおへそくりじゃない、給料みたいになってる。リアル12万円リアル査定ですか、これ。すげえ。どうですか、この金額。小さいガッツポーズ。バットとかもはい、しっかりいけたんです、ね。一応上はこのレガシー2本が、はい、2万円で、はい、やっぱ人気なところになって。そうですね、回転させていただいたそばからこう売れていくっていうのが。なるほど、そうなんだ。はい、綺麗に中に磨いて我々のすぐ店頭に出して、はい、これでちょっと帰り、ぜひ焼肉、ね、焼肉行っちゃいましょう。美味しい、美味しいお肉ね。美味しいお肉食べよう、食べよう、美味しい焼肉食べよう、ちょい。あもうね、あなんだ、もういいから、長いから。茶番が、茶番が長いから、もう整理します。あっさりバレてました。整理しますんで。それにしてもすごい金額きましたね。すごい、いってるじゃん。ゆるゆるね。というわけで整理整頓できてない私、怒られたんですが、実は私の奥さん、バッティングセンターに行ったことがございませんでした。なので本日は野球初心者の方やミート力が課題の方向けの人の練習法紹介。それでは、うちの奥さんが人生で、初めてのバッティングセンター、はい、まずは当たりませんから、振るということはしません。なるほど。まずは来るボールに慣れてもらえます。はい、なのであっちからボールが飛んでくるから構えながらじっと追っかけてください。そういう練習からスタートです。楽しくないです。何ですか、楽しくないでしょ、見るだけと。というわけで野球素人の方が普通に打ちに行くとどうなるのか検証してみます。設定80キロ。ピッチャーの動きと一緒に出てくるからね、ボールね。おお。よけた。やっぱ怖い、ボール怖い。なるほど、確かにこれは見た方がいいかもしれない。おー、じゃあこういう風になりがちだから、まずボールを見る。なるほど、打たなくていい。そう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 、ボール見て、ボールだけ見て、そうそうそう、振ってみる。お、もう振ってみたくなった。ほら、ボール見たから。おー、いいいいいい。押して押して。あ、当たった、当たった、当たった。ボールの恐怖を払拭。おお、当たってるよ。ここまで個人的な考えですが、打ちに行ってボールを捉えられないというのは体の信号に誤差がある可能性があると考えております。今奥さんが怖がったのも目で捉えきれていないから怖いと感じた可能性が、ボールだけを見るということでより正確な球速を把握し誤差を微調整できると考えております。なので奥さんには見てくれというふうな指示を出しました。ボールが怖い、当たらないなどの場合、見るだけという練習などはこれはプロ野球選手などもやる調整法です。当たってますね。当たってる、当たってる。最初ビビってたのが全く、めちゃくちゃ、なんなら当てるの上手。エンドラン得意系ね。叩けてよ。やっぱうちの奥さんも小技系ですよ。
オッケーオッケー、ラスト終わった、ゲームセット終わり。楽しそうだな。こうバトル。でも最初ボール見た時さ、びっくりしたけどさ、いざボールだけ見るって言ったらそんな怖くなかったでしょ、うんうんうん、これ超重要なのよ、うん、たまに調子悪い人もやりますかね。そう、野球を始めたりすることか、今パチが言ったように調子が悪くなってきた時ってボールをただ見るっていう動作すごく大事なの、うん、特に野球を始めることか、始めたての子とか打てないなと思ってる子がいたら、ぜひ勇気を持って見逃す練習をしてほしい、ね、そうするとあ、こういうボールなんだって体や脳がインプットするから意外と反応するんでしょ、うんうん、バッティングは打つだけが練習ではない、見るということも大切な練習の一つであると考えております。またフロアデザインが一新した神宮バス線をついでに紹介。気づいてました？何がですか？神宮球場ですよ。神宮球場、あれ前なかったですか？前は普通の壁、ええ、へえ。このようにやっぱり神宮球場に近くにあるバッティングセンター、これも神宮球場にしようということで、見てください後ろパンと通りで違和感なく、ボックスに人工芝にネクストサークルに、一番奥にはバックスクリーンを、なるほど、でその両脇はやっぱりもう球場と一緒です、スタンドがあります。スタンドだ、これ全部一緒です、全部一緒です。これ人工芝はあのちょっと違うんですけど、はい、まあ、でも神宮感はありますね。神宮をイメージしたく、これはもう赤土を演出しております。カーペットね、ちょっとあまり分かんないんですけど、赤土を演出して、へぇ、あ、我々対象政府お世話になります。ちょっと誰ですかこれは。熱くなろうぜっていう、対象製薬さんも応援してると、いいですね。へぇ、我々対象製薬としてはやっぱり対象製薬、あ、これリポビタンマンが投げてくるんじゃないですか。あ、マジで。屋外に来た時にこれ、あ、それ神宮の、そうなの、高津さんよく座ってるやつ、そうなの、これが休憩のベンチとして、昔はあの、まあ普通のベンチ、普通のベンチでした。これいいよ。へぇ、これ神宮球場と同じですね。ですです、ね、全く同じです。これで休めるよ、こうやって待ってられる、うん、こういった形でね。あ、プレートだ。え、これも実際使われた、はい、うわ、誰かへすらしてる、手の鳩が水野なんだね。そうだね、はあ、結構柔らかい、うん、あの硬すぎないね。プレートすげえな。埋まってたやつか。これこんな感じなんだ。これ本当に埋まってたやつですか。そうです、あの、はい、前まで以前使ってた。すごいな、年季入ってる。こうなってんだプレートって。結構空洞になってんだ。穴開いてますね。うん、へえ、なんか貴重です。だいぶ様変わりしましたね、神宮バス線。神宮に寄ってきます。お近くに寄った際はぜひ行ってみてください。お知らせ、明日5月21日土曜日17時からアルペン東京地下2階にて特産 TV のイベントを開催いたします。当日の飛び込みも可能だとのことで、ぜひぜひお越しください。お待ちしております。